安倍総理大臣は自民党の岸田政調会長と都内で会談し、新型コロナウイルスの感染拡大防止策などについて協議しました。関係者によりますと、会談では新型コロナウイルスの感染拡大で景気が冷え込む中、安倍総理が今週中にまとめるとしている追加経済対策について話し合われたということです。また延期論が取り沙汰されている東京オリンピック・パラリンピックについてや、最新の党内情勢について意見交換したということです。